山時代から江戸時代にかけての京都を描いた洛中洛外図は、かつての京の雅を生き生きと今に伝えています。そこに描かれた寺院などは現在も多くがそのままの姿で残っています。親鸞聖人が開いた浄土真宗、その本山西本願寺。16世紀豊臣秀吉の寄進を受けて建てられました。西本願寺は町の中心にあり、庶民の寺として親しまれています。寺と町、京都の日常の風景です。ここは日本の伝統文化の中心であるとともに、中国から伝来した仏教文化の中心でもあり続けたのです。古都京都の文化財は、平安遷都から1200年目の記念すべき年、1994年に世界遺産に登録されました。京都の歴史や日本文化を代表する重要文化財など、17の歴史建造物が登録されています。京都ほど数多くの伝統的文化財を継承してきた都市は世界にも稀です。